そうそう、別に私はマニュアル通りにノルマこなしてねー、って言っただけ。そもそも誘導も何も別に私は穏健派だし、荒ごとをしようだなんてしてないわよ。むしろ至極当然に信者たちを導いているだけ。嘘はついてないみたいだな。なら今回の件は君主の身勝手な単独行動ということでいいのか。それでいいんじゃない。俺たちは別に下の連中の押し目まで責任持てないからな。そもそもエスカは過保護なんだよ。別に今回だって被害者はそれなりに出たが、光川戦力的に問題はなかったわけだろ。ビリアンの死亡、彼の死は俺にとって想定外だった。ああ、元防衛軍隊長さんね。あ、死んだの、誰にやられたの。その君主にだ、戦場の結果だから仕方ないが、彼にはまだやってもらいたい役割があった。近い未来でまた光と闇が正面衝突する流れがもう出来上がっている。毒虫、もう仕掛ける気みたいだからな。今のところ完成度や策略的に光側が圧倒的不利、最悪光勢力全滅だってあり得る。そこも耳にしたが、お前のところの過激派と宗教派が一枚噛んでいると聞いた。どういうつもりだ。さあ、どいつもこいつも俺の話なんて聞かないからな。まあ、会った時に強欲と嫉妬の大司教に喝を入れておくわ。見たかリフテッド、お前のミスはこうやって俺に来るんだ。うざいだろ、俺知らねえし。ってなるだろ、勘弁してくれよ。均衡維持派だけでどうにかなるわけじゃないんだからさ、穏健派の色欲や現状維持派の怠惰、自由派の暴食、実力主義派の憤怒で協力しないと、過激派の強欲と宗教派の嫉妬はもう諦めてるけど。わかりました。私の派閥にいる主張には十分に言い聞かせ、信者に寄り添うようにします。これでいいでしょ。というわけだ、反省してるわけだしこれでいいだろ、エスカ。闇側には罰として当分の活動自粛を言い渡す。お前らが攻めたら今の光はボロ負けだ。整うまで自重しろ。はぁ、わざわざ弱い方に合わせないといけないのかよ。マジ勘弁しろよ。つくよみ白鵬に勝てる奴が4人現れたら好きにしろ。それまではせいぜい勢力強化に励んでいるんだな。何年後の話をしてやがるんだ。あのバカが。さあ、つくよみ白鵬が誰なのか知らないけど、言い方からして数年は硬いのでは。びっくりしたわね。まさか悪心教のトップが現れるなんて。リスクをかけすぎなのじゃよ月下。もし口封じをされたらどうするのじゃ。あの状況だと何してもリスクでしかないわよ。いてもリスク、一人になってもリスク。でも今回は手を出さないんだろうなって確信があったから余計な検索はやめただけよ。まあ、危険と分かっただけよしとするしかないのう。あんな化け物がおるなら、さっさとイギリスから退いた方が吉じゃぞ。よくあんな経験をして寝ていられるのう。バカね、結果はバカだけど勘は鋭い野生児見てるのよ。勘ぐられないように精神を整えているのよ。確かに結果なら、もう一度行こう。って言いそうなのじゃ。でしょ、わざわざ危険な場所に再度行く必要はないわ。イギリス大聖堂なんて行くだけ無だよ。でもどうせ石化にそんなこと言っても聞く耳もたないだろうし、あの子本当脳筋だから。なになに、何かいい発見でもしたの。イギリス大聖堂とかなんとか言ってさ。だから、いくら色欲大司教が穏健派でも悪心教のトップがいたら危険すぎるって話でしょう。石、もうボケたの。ボケておるのはお主じゃ。わしの声を覚えておらんのか、お主は。え、今誰が話しかけた。いいネタちゃんと拾ってるじゃん。さすが月下お姉ちゃん。じゃまあもう一回イギリス大聖堂にカムバック。結果、なんで、到着予定は30分はあったでしょ？いや、私が乗ったのは一般用じゃなくて防衛軍用だったから想定より早かったのよ。防衛軍用、なんで結果が防衛軍の飛行機に乗れるのよ。なぜなら私の同行者が防衛軍だからなのです。あれ、フィロンちゃんは。あ、今検問に引っかかってるよ。VR ゴーグルを装着して検問に入るバカがいるとは思わなかったよね。あの子、普段からあれだと周りから心配されないのかしら。ちょっと。どうしてよ、見てすぐ無害ってわかるじゃん。オスオス、月下ちゃんじゃないかね。イギリスで何かいい情報は得られたかい。シェインさんもついてきてたのね。白鵬からの命令だね。今回の件が片付くまでは帰ってくるなだってさ。このまま帰らずに防衛軍困らせてやろうかな。私が言うのもなんだけどやめてあげてよ。さすがにつくよみさんもお父さんと同じ歳なんだからさ。それで月下お姉ちゃんはすでにイギリス大聖堂に入ったらしいよ。ちょっと月下、あまり人気の多いところでこんな話題はやめて。それじゃあ人気の少ない部屋にレッツゴー。どうせもう今日は大聖堂入れないんでしょ。なら月下お姉ちゃんの報告を部屋でゆっくり聞かせてよ。はぁ、立ち直ってくれただけマシだけど、今から月下と一緒って大丈夫かしら。月下ちゃん、悪いけど防衛軍のルールでね、イギリス大聖堂への干渉は NG なんだ。やっぱり大司教とか関係あるの。かもね、わざわざ蜂の巣に触るなってことだと思ってる。だから情報も極力私の耳に入れたくないの。じゃあイギリス大聖堂の件は私と石化で対応するわ。悪いね、それ以外なら全面的に協力するからさ、終わったら連絡ちょうだい。さて、まだ検問所でごねてるこのところに行きましょうかね。あ、
安心して、ここまで来たら私たちもちゃんと行方不明の奴らを探すから、こっちはこっちで動く。そのために情報のスペシャリストがいるんだから、期待しておいて。イギリス大聖堂が嫌なら私と一緒に来る。今さら訳ありだからって仲間外れにはしないけど。私に求められていることはスパイ。もともと私は自由派閥、穏健派じゃないけど優しい人が多いって聞く。私がうまく結果と結果を導けばあの二人が求める結果に対して協力できるかもしれない。私は結果と結果についていく。そっちは任せたわ。ふん、今ので大体の事情わかっちゃったな。つまり他と勢力側のツイッター不信教ってところかな。構成したいだね。結構結構。それじゃあ頑張ってね。じゃあ私たち4人が明日まで行動を一緒にするってことね。そうと決まれば結果お姉ちゃんのホテルの部屋に行くわよ。どれもこれもパトとは関係ないけど新鮮な情報ね。そのエスカってやつは何者なのよ。味方なの、敵なの。少なくとも今は敵じゃないと思うわ。でも少なくとも東京異変が起きた大元の原因になった大司教がイギリス大聖堂にいる。それだけは分かったわ。それで、そこを調べてパトとどう関連ついていくの。放火さんの情報は。はっきり言ってない。そもそも時間が少なすぎる。この件は寄り道。でも必要となる情報なのは間違いないわ。例えば色欲大司教、ラディウスの件を聞けば、ラディウスが東京異変を起こした原因がわかる。そこがわかればパトの行方不明や放火さんの情報も関連的にわかるかもしれない。そもそもソフィアちゃん側の情報もある程度集まってる時期でしょ。そもそも私たちの行動が正解かどうかもわからないわけだし、手探りで情報を集めるくらいしかできないのよ。誰が正解かわからないんだから。結局は憶測の域から出ないってことなのね。ヒントが得られればラッキー。実際調査なんて現実そんなものだしね。理解はしてるわよ。でも色欲大司教が自分のところの司教事情をペラペラ喋るかしら。普通他人の悩みって黙っているものじゃない。そうなのよね。実際に会って思ったのが全然悪神教らしくない。気配が綺麗すぎる。邪悪じゃないのよ。本当異様な存在だった。多分性格もそこまで悪くないし、礼儀や作法もわきまえてる。難しいでしょうね。なら私が聞き出そうか。これなら悪神教同士、情報共有も可能でしょ。あんた、事情は知ってたけど、本当にやるの？スパイ。役に立つためにわざわざここまで来たのよ。悪神教から情報を得るなんて私向きの仕事じゃない。って言ってるけどどうする？やらせる？スパイ。あまり私たちの事情で危険なことに巻き込みたくないのだけど。事情が事情だから、場合によっては必要になるかも。なら決定ね。聞き出したい内容は明日の朝にまた聞かせてよ。それまではせっかとのダブルの部屋で準備してるから。わざわざあの子とアイデアを取ったのね。仕方ないでしょ。一応パトやメリアちゃんが管理している捕虜って立ち位置なんだから自由にはさせれないわよ。まあでも本人もどこかその状況を認めているというか、嫌がってないようにも見えるのよね。演技がよほど上手くなければだけど。私の勘だけど、ルイはもう多分大丈夫。協力してくれるわけだし、私たちもしっかりルイを頼ろう。それが本気の人への礼儀だよ。さて、悪試験で東京機と、転移石と、ボイスレコーダー、録画コンタクト、くらいは事前に作っておかないとね。はい、席、あなたの分の宿代ないから私の中に戻ってねー。入るくらいよかろう、なんでここなのぜ。ここそこのところ厳しいのよ。フロントでお金取られるんだから、わざわざ払わなくていいお金を払いたくないわよこっちは。ケチくさいこと言うんじゃないのぜ。なんでわしに優しくしないのぜ。ケチは私の懐事情にもっと優しくなってほしいわね。何やってるの、あれは。ああ、私もあんまり知らないけど大体いつもあんな感じよ。放っておいたらいいわよ。ひどいのぜ、ひどいのぜ。結果はもっとわしを大事にぜ。そんなメンバーで大丈夫なの、明日。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。